放題なマジで待ってましたっていうアップデート来たんです。 DMZ プレイヤーの皆さんね、こちらご注目です。今緊急で動画の方回してるんですけど、どうも神谷勇気です。ということで今回もですね、コールオブデューティモダンオフェア2の動画やっていきたいと思います。 DMZ ニュースキャスターの神谷勇気です。よろしくお願いいたします。ということで今回はなんとやってまいりました、シーズン4のアップデート内容が公式にて発表されました。そしてね、アップデートの日付は6月の14日ということで、もうね1週間余りですぐにこのアップデート内容が適用されるんですけれども、今回大々的にね、公式さんがこういったアップデートをするよっていうのが全てまとめて発表されましたので、そちらをねご紹介していくとともに、まず一番最初はね、こちら DMZ の更新内容を中心に話していければなと思います。動画の最後の方には全てのアップデートねご紹介していきたいと思いますので、アップデート内容気になるよって方は最後まで見ていただけると幸いです。それではね、早速やっていきましょう。レッツゴー。はい、ドドンと画面やってまいりました。こちらのね、画像が、多分サムネイルにもすると思うんですけれども、こちらの画像がね、シーズン4、6月14日のアップデート内容、ほぼすべての内容となっています。まあね、気になるところからざっと話していって、そしてね、こちらの DMZ アップデートっていうところを、気になるところをちょっと話していければなと思います。まずですね、一番最初に、はい。新しいフォンデルというニューマップが追加されます。おそらくですね、これ読み方、フォです。ファフィフフェフォのフォ。フォンデルっていうね。まあ、新都市で、サイズ的にはアシカアイランドよりちょっと大きいか、そして同じぐらいかというふうに公式にも明言があります。こちらのマップが追加されていき、DMZ モードにはですね、まあ、ボスだったりとか、新しい武器ケースだったりとか、そしてね、様々なシステム更新がありますよと。そしてですね、ゲームプレイの、まあ、根本的な改善と、そして追加として、新しい水陸両用の車が追加されます。そして、XP 経験値ポイントと、あと、フレアガンっていうね、新しい武器、そしてね、天候が追加されますよ、ということで、まあ、こちら、フォンデルに関してのアップデートなんですけれども、フォンデル限定で、時間限定のね、面白モードみたいなのが追加されますよ、といったアップデートになってます。そして右側見ていきましょう。はい、マルチプレイヤーのマップが追加されます。これはね、詳しく後でご紹介していきます。そして、モードや武器のスキン。そしてね、新しい武器3つ追加されます。アサルト、サンマシンガン、近接武器。そして新キャラと、また新しいイベント。そして、新しいバンドルという。こういったご紹介になっていきます。まあね、この今ご紹介した順番を基本に話していきたいと思いますので、気になる方はまあちょっとずつね、スキップしながらでも見ていただければなと思います。はい、というわけでまず一番最初はですね、新マップフォンデルということで、一番最初はこちらの新しいマップフォンデルについてご紹介していきたいと思います。で、DMZ モードにも同じくですね、このフォンデルは追加されるので、DMZ プレイヤーにもめちゃくちゃ注目な情報となってます。まずはマップから、そしてその後システム解説までしていきたいと思います。まずですね、新しいこちら都市部の、まあ、中心的に描かれたフォンデルというマップが追加されていきます。でね、こちらの、まあ、どういった施設があるかなっていうのも事前にリークされているので、そちらもご紹介していきたいと思います。はい、新しくですね、フォンデルに追加されるマップの、まあ、各地の名称ですね、こちらもね、先にリークされてますのでご紹介していきたいと思います。まあね、原文こんな感じなんですけれども、まあ、Google さんにね、わかりやすく、皆さんにわかりやすく、翻訳していただきました。はい、こちら見ていきましょう。なんかもう可愛い文字見えてんな。はい、水族館、そしてお城、市役所、消防署、フリーマーケット。まあ、これはあれですね。なんか市場みたいな感じですね。はい、フリーマーケット。フローティングハウスっていうのは、ちょっとまあ、感覚つかみづらいと思うんですけれども、まあ、海の方とかに出っ張ってる家とかが結構ね、海外ではあるかなと思うんですけど、そういった家が、まあ、ある地域らしいですね。はい、そして図書館。そしてマリーナ。マリーナもね、これ同じくなんですけど、同じく水面の方にある、まあ、建物群、宿泊施設とかをマリーナと言うらしいです。はい、そして新しい博物館に古めの博物館、これどちらもあるみたいです。そして警察署、スタジアム、ターミナル、これ駅ですね、電車ですね。そして、電車乗り場と急に小学生になったんかな。うん、なんかね、赤ちゃんみたいになっちゃいましたけれども、一応ここの施設が確実に追加されるんではないかなといった、そういった話になってます。じゃあそれをね、見て改めて画像の方戻っていきましょう。はい、こちらの画像をご覧ください。もうね、マップ見ていただければわかるんですけれども、これが実際に追加されるエリアで、こことかね、スタジアム完全にありますよね。サッカーコートのようなこういったね、スタジアムありますし、
おそらくここですね。画面左下のこのエリアは、このフローティングハウス、またはマリーナと呼ばれている水上のエリアとなっていきそうです。で、またね、これね、ここの中心部分がリサージェンスのエリアになっていくのか、もしくはここの左端にまだ住宅がすんごい数見えてるんですよ。こっちの奥には工場地帯と。このエリアまで遊べるのかはちょっとわからないんですけど、もしね、これ全部遊べたとしたらかなり大きなマップになっていきますよね。まあ、おそらくこの中心の部分が全てのプレイエリアになるかなと思います。またね、特徴的なこの三角形の建物があったりしてね、様々なね、特徴的な施設があります。ここには城があったりとか、まあ、これが警察署なのかな、なんだろうね。まあ、様々なね、施設がありますよ、といった感じです。全く新しいマップと除海ゾーンの座標を設定します。サイズ的なフォンデルは、こちら、アルマズラとアシカアイランドの間ら辺らしいです。なので、まあ、アシカアイランドよりはでかいけど、アルマズラほどはでかくないよ、といった、そんな感じになってますね。で、最大18人のオペレーター、プレイヤーが追加されます。ということで、18人というと、アルマズラが大体30人ちょっとぐらいなので、まあ、そうですね。公式の文言通り、そしてアシカアイランドが16人だったはずなので、まあ、ちょっと2人ぐらい増えるかな程度の、そういったマップになっていきます。はい、そしてフォンデルにはね、そのエリア間を走っている電車が、新幹線のようなね、見た目の電車が登場するみたいです。アルマズラにもね、電車はあるんですけれども、それより速そうな電車が登場すると、これね、マップ瞬間的に移動できそうな感じもしますよね。さあ、フォンデルには、中世の城や廃墟となった動物園、そして、市町村、ペイントボールの決戦場のためのサッカースタジアムや、様々な名所、15個あるみたいですね。エリアあるんですけど、ユニークなところが運河システムに終点を当てていますということで、運河システム何かっていうと、これね、先ほどご紹介した水陸両用の車だったりとか、そしてね、この後ご紹介するのがこちら。はい、ドドンと新しい乗り物、こちら水上バスが登場するみたいなんです。こちらフォンデル限定の乗り物にはなってしまうんですが、おそらく自動で運転してくれる水上バスになってます。まあ今だとね、アルマズラと列車とか走ってると思うんですけど、ああいった貨物列車のような形で街を移動するための、そういったね、新しいオブジェクトになっていくみたいです。まあこれね、よく見てみると、こういう風にクレートとかショップらしきものも映ってるので、こういったところでね、一回形勢を立て直すっていうこともできそうですね。DMZ モードもかなり使えるかなと思います。はい、というわけで、こちら、ダイナミックフォグを含む DMZ アップデートということで、まあ、真ん中の方にね、かなり迷彩を着た新しい、これ、あ、多分新しいスキンですね。新しいスキンたちのキャラクターが登場しているこちらの画像から、DMZ モードの紹介は始まっていきます。はい、DMZ オペレーター、フォンデルへようこそということで、まあ、フォンデルもね、DMZ モードに登場しますよ、といった感じにはなっているんですが、フォワードオペレーティングベース。これ公式の名称は、フォワードオペレーティングベースということなんですけど、まあ、わかりやすく言うと、皆さんね、お待ちかねの、コールオブデューティー、わらわら2、ワールドウォー2に登場していた、ハブっていうね、エリアが、なんと DMZ モードにも導入されます。これどういう感じなのかっていうと、まあ画像ね、多分こちら、はい、ドーン。こちらね、見ていただいてるかなと思うんですけど、こういった風に、まあ、みんなで遊べるフリーロームが追加されるんですね。なので、今までは敵だったプレイヤーと一緒にね、武器を作ったりとか、そしてね、射撃訓練場で練習をしたりとか、そういったことができるシステムになっていくみたいなんです。で、まあ、ここでね、話し合いとかもしたりできるらしいし、そこからね、パーティーを組んで出撃したりすることもできるみたいなので、こういったね、中央ハブが導入されてもめちゃくちゃ嬉しいです。でね、まあ、似たようなものだと、こちら、ドドン。はい。タルコフの、まあ、自分のね、施設、自分の隠れ家っていうのがあるんですけれども、こちらとは違って、なんとね、マルチプレイヤーで遊ぶことができるみたいなので、ここかなり注目ですよね。じゃあ早速、詳細見ていきましょう。はい。DMZ 内の全ての通信とオペレーターのアップグレードのためのより一元化されたハブがシーズン4に登場します。ということで、FOB として知られるメニューシステムによって、オペレーターは目標を達成して DMZ 全体で使用する様々なアップグレードを獲得できます。ということで、こちらご覧ください。その FOB で使えるのがこちらになります。ダッシュ。武器ロッカー。バウンティーボード。通信ステーション。こちらのね、4つの施設が扱えるみたいです。細かくね、話していきましょう。スタッシュは、こちらウォレットとキーの隠し場所のサイズが大きくなりますということで、今までね、結構ね、小さいよって言われていた鍵の隠し場所が増えるみたいです。なので、今まで最大30個だったんですけれども、それがね、50個、60個と、だんだんね、
強化して増やすことができるみたいなんですよね。そしてね、こちらご覧ください。ウォレットって書いてあるんだけど、これなんじゃねって思う方もいるかなと思います。ウォレットというのは、つまりね、皆さんが今まで DMZ モードで集めてきたあのお金のことなんですね。なんとついに DMZ モードシーズン4のアップデートでは、お金を持ち帰って自分の施設に使ったり、そしてね、そのお金を持って行って出撃することができるようになったんですよ。つまり経済のシステムが動き始めるというわけで、今まで、まあね、派閥にも終わらせてしまったりとか、そして武器を作り終わってしまった人はいらなかったあのお金たちが、なんとね、さらに強化していくための手段として使えるようになっていきます。まあ、今後ね、もしかしたらフリーマーケットとかね、そしてまあ、キャラクターと売買するシステムとかが追加されて、さらにね、お金重要にはなっていくかなと思うんですけど、今回ですね、やっとお金を持ち帰るようになったということで、なんとね、これめちゃくちゃ嬉しいことですね。まあ、前シーズン、シーズン3ではね、セーフバックパックとか追加されて、アイテムを持ち帰るようになったんですけど、お金を持ち帰れなかったので、めちゃくちゃいいアップデートかなと思います。そして武器ロッカー、保険及び密輸品の兵器とアップグレードということで、自分の施設もね、やっと持ち帰った武器やアイテムたちを強化してカスタマイズして出撃することができるみたいです。これに関してもね、めちゃくちゃ嬉しいですよね。要は多分だけど、この二つを組み合わせると、自分の持って帰ってきた武器を自分のお金使って、まあ、いつものね、バトラーのマップの、あそこのワークベンチを使ってカスタマイズするかのような感じで、まあ多分、武器をね、カスタマイズできます。でね、これワークベンチ導入された時に、僕の動画のね、コメント欄にも書き込んでくれた方いるかなと思うんですけど、バトロワのね、アルマザラとかで、カスタマイズとかしてたら、撃たれちゃうよってね、言ってた人めちゃくちゃいたと思うんですけど、今回ね、ご安心ください。シーズン4にて安全にね、カスタマイズすることができます。おめでとう。はい、ということで、お次になります。バウンティーボード、エクスフィル、そして、物々交換のレシピ、および購入ステーションの割引の場合ということで、これね、ちょっと詳細がまだわかんないんですけど、二つの可能性を皆さんにご紹介していきたいと思います。まず一つの可能性は、こちら、脱出、物々交換レシピ、そして購入ステーションの割引が、このフリーロームのハブで行われるかもしれないという可能性。脱出してね、安全な状態でお買い物ができるんじゃないかなっていったそういった話。そして、二つ目の可能性。おそらくこっちになっちゃうかなと思います。こちらのバウンティーボードを見ることによって、まあ、今ね、DMZ モードに3つ、そして、まあ、プラスちっちゃいマップがいっぱいあると思うんですけど、そちらのマップの脱出地点、そして物々交換の現在のレシピ、そして購入ステーションがどこで割引されているかを確認してから出撃することができるんじゃないかなと思ってます。要はね、まあ、イベントみたいな感じで、ここのエリアでは購入ステーション割引だよ、みたいな風になっていて、プレイヤーたちがね、こぞってそこに出撃し始めるみたいな感じのを見れるんじゃないかなと思ってます。まあ、バウンティーボードを見ていくことによってね、そういった新たなミッションだったりとか、楽しみ方を見つけることができるみたいです。緊急ミッションのアクセスを許可するということで、おそらくですね、派閥任務とは別にデイリーチャレンジのような形で、この緊急ミッションについて関わることができるみたいです。まあ、何々を知ろう、何々を倒せみたいなね、ミッションが、もう、段階的なね、ああいう長いティア5とかをプレイしなくても遊べるような、そういったシステムが追加されるみたいです。これめちゃくちゃいいですね。そしてね、まあ、ようやくなんですけれども、すべてのアップグレードはパッシブ、要は最初からあるので、装備する必要はなくて、まあ、効率的な進歩を可能にしますということで、めちゃくちゃ嬉しい。ガチで嬉しい。ほぼね、わらわら2をプレイしてた方は、あれめっちゃ懐かしいなと思ってたコットプレイヤーさんもいるかなと思うんですけど、これがね、ついに追加されました。はい、そして、緊急ミッション派閥の評判、ウォレットということで、緊急ミッションのロックが解除できます。派閥が要求した新しいタイプのタスクになります。完了するのが早くて、派閥の評判をゲットできます。そして、より多くのストーリーミッションのロックを解除するための優れた方法が得られるということで、おそらくですね、この緊急ミッションを達成することによって、派閥ミッションに必要だったアイテムだったりとか、そしてね、もしかしたら新コードとかがもらえるんじゃないかなと思います。ちょっとね、先に説明するんですけど、派閥の評判、有効システムが、なんとついに登場しました。これね、要は、今まで登場していた5つの派閥、プラス新しく派閥が追加されるらしいんですけど、こちらの派閥の有効度がメーターによって表示されます。それが、高かったり、そして下がっていると逆に報酬が減ってしまったりとか、逆に報酬が上がったりとか、達成しなくてもクリア判定になったりとか、そういった感じでね、プレイできるみたいなんですよね。まあ、話を戻すとですね、こういった感じで、緊急ミッションを達成することによって、そういったね、派閥のご機嫌をとってね、ミッションを簡単にすることができるみたいなんですね。はい、緊急ミッションを達成すると、全勝基地の、まあ、バウンティとかに表示されてですね、保証スロット、ゲーム外のウォレット、そして金製品の隠し場所、キーの隠し場所、
ウォレットの数などの拡張的な DMZ のロックが表示されるかもしれないということでございます。まあね、DMZ モードの様々なマップに新しい隠されたアイテムたちが登場するかもしれないといったことですね。はい、ということで改めまして DMZ では現金をウォレットに保管できて、現金でね、新しくフルポケットお金をめっちゃ持って再潜入することもできますし、そしてね、数十万、今までありましたよね。お金を持ち帰ってクリアしろみたいな。そういったミッションも簡単に達成することができるかもしれません。ということで。ブラボー。うん、ブラボーですよ、これは。はい、やっていきましょう。どどん。はい、次のニュースです。ファランス派閥、新しい派閥が追加されました。めちゃくちゃね、気になっていくんですけれども、ここね、フォンデルにもめちゃくちゃ深く関わる。ファランクス派閥っていうのがね、追加されました。深く見ていきましょう。DMZ には新規及び更新されたミッション、緊急ミッションであるファランクスと知られる秘密の派閥、が追加されていきますということで、ここに関してはね、まあ、この後ね、9月、9月何してかって書いてある、これ絶対違うけど、翻訳ミスですけれども、まあ、この後ね、追加でご紹介していくみたいですので、これはね、まあ、僕の動画でも紹介していきますので、後の動画をご期待ください。そして、なんといっても、フォンデルには、新しいボス、車両、そして及び武器ケースなどが追加されるみたいなんです。まあね、これは当たり前だったかもしれないんですけど、まあ、やっとね、新しいボスとも出会えるということで、それもね、期待していきたいと思います。これもね、後ほどまた詳細が発表されるかもしれないということで、もしね、追加されたら、皆さんにご紹介していきたいと思います。そして、なんといっても DMZ モードの新しいダイナミックフォグというのが、追加されていくみたいなので、この後ご紹介していきたいと思います。こちらドドン、ダイナミックフォグということで、まあ名称通りですね、なんと今までアルマズラに砂嵐が来てたと思うんですけど、あの砂嵐が新マップフォンデルに限りなんですが、いろんなところで発生することになっています。でね、ある時は晴れていて、ある時は砂嵐になっていてといった感じで、様々なね、天候に対応したプレイングが要求されるようになっていきます。要は天候システムの一番最初の導入が砂嵐だったといった感じになっていますね。はい。技術的には海面下にあるために悪天候の時に霧の影響を受けますということで、これは、フォグって言ってもあれだね。どっちかというと、霧ですね。砂嵐というか霧側の方ですね。水蒸気によって霧が発生して、目の前が見づらくなっています。一応ね、NPC の視界がどうなるかわかんないんですけど、もともとアルマズラに追加されていた砂嵐バージョンの方では、NPC 普通に視覚変わってなかったので、これはね、どうなっていくかはちょっとどうなっていくかはね、まだちょっとわからないんですけれども、こちらね、フォグ、霧が追加されていきました。そしてね、期間限定でフォンデルではお気に入りのアイテムと武器たち、ロードアウトを入手することができる。まあ、クレートみたいのがね、追加されるみたいなので、それもね、ゲットしてみてくださいといった感じになってますね。ロードアウト、カスタムロードアウトとかをお気に入り設定したものが、まあ、ゲットすることができるみたいです。ということでね、最後はね、ボスと武器ケースについてご紹介していきたいと思います。こちらご覧ください。ちょっとちっちゃいんですけれども、フォンデルオンリーで武器ケースが導入されていきます。もしかしたら画像で出すかもしれません。はい、こちらの武器ケースと、そして、フォンデルオンリーのニューボスなんですけど、これね、名前見てみると、バイテコーボスって書いてあるんですよ。バイテコーっていうのは、英語で乗り物っていう意味ですので、つまり乗り物がボスちょっとこれわかんないよね。どんな感じのボスになっていくかわかんないんですけれども、おそらくこのタイヤがね、ついているマークから想像するに、乗り物を運転しているボス、または機械兵器のボスが導入されるみたいです。これに関してはね、今までにないワクワクしたボスが追加されるかもしれないということで、かなりね、期待値も高まってまいりました。そして最後ですね、フォンデルオンリーで、ニューコントラクト、契約ですね。シグナルインテリジェンスというね、新しいね、契約任務が導入されます。これに関してはちょっとまだ出てないんですけれども、シグナルということで、情報をね、多分おそらくこのスマートフォン、手持ちのスマートフォンで、電波が強いところを探して、その電波で、まあ、あったみたいなね、アイテムだかなんだかを探してですね、情報をアップロードするだかなんだかして、契約を完了するといった、そういったミッションになっていくみたいなんです。で、これに関してもね、なかなか面白いかなと思います。ということで、こちらね、ちっちゃいんですけれども、まあ、画像でも出しているかもしれません。こちらの DMZ アップデート、新しい派閥武器ケース、新ボス、新契約任務、そしてお金を持ち帰れるシステム、自分の基地を強化できるアップグレードシステム、そして派閥の有効度システム、そして、その他諸々のね、緊急ミッション、
についてご紹介していきました。 DMZ に関してはこれが全てです。